皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、強いメンタルを維持するために習慣づけるべき行動3つということで、久しぶりにねマインドメンタル系の動画となっておりますので、自分メンタル弱いなとか強いメンタルを維持する方法を知りたいなっていう方はですね、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。で、私の LINE アットでは、未だにね、いただく質問が結構あってですね、例えば、バイナリーオプションで勝ち続けたいんだけれども、連敗すると毎回心が折れてしまいます。どうしたらいいでしょうかっていう質問が来たりだとかね、あと、パチンコで負けた時にすぐに熱くなっちゃう癖をどうしても直したいなっていう意見が、未だに来るわけなんですね。はい。で、今ね、言ってわかる通りですね、メンタル面っていうのは勝負ごと全般において必須の知識であってですね、勝負ごと以外にも、例えばね、私生活を送る上でとか、仕事で成功するため、学校で交友関係を深めるためには、まあ、メンタルが必要不可欠なわけなんですよ。はい。で、私の LINE アットではですね、立ち回り方は上手なんだけれども、メンタルが弱すぎて負けるっていう人がたくさんいらっしゃるわけなんですよね。はい。で、これはね、もったいないですよね、やはり。メンタルを改善するだけで劇的に収益が伸びるのになっていう人が結構ね、たくさんいらっしゃってですね、まあ私が LINE アットからね、直接サポートをしているわけなんですよ。アドバイスしているわけなんですけれども、それでもね、やはりメンタル面っていうのは改善が難しいのか、同じことを繰り返して、やはり負けてしまう方がたくさんいらっしゃって、いつの間にか投資の世界から消えてしまうみたいな、パチンコをね、もう打たなくなってしまうみたいな感じの人がいらっしゃるということでですね、まあそういった方に向けて、今回は強いメンタルを維持するために意識すべきことと習慣づけるべき行動を紹介していきたいと思います。それではですね、まずそもそも論から話してしまうわけなんですけれども、何事にもね、余裕を持たないとですね、メンタルは少なからずブレてしまいます。まあこれは当たり前なことであって、逆に余裕さえあればですね、心にゆとりが生まれるので、そこまでメンタルってブレないわけなんですよ。はい。どういうことかというと、例えばですね、余裕というのには2つありましてですね、経済的余裕、時間的余裕ですよね。まあ、この2つが大きく関係しているわけなんですけれども、1つ目の経済的余裕っていうのは、例えばね、お金がない状態で、投資をしました、パチンコをしましたってなったら、やっぱり不安じゃないですか。で、トレードをしているとき、それから打っているときって、早く当たらないかなとか、お金なくなったらどうしようかなみたいな感じで落ち着かなくなってしまったりね、どうしてもタバコの本数が増えてしまったりとか、そんな感じで、経済的余裕がないとですね、常に不安な状態になってしまうということで、逆にね、お金があればですね、ちょっとやそっとの負けでへこたれなくなるんですよ。はい、私がね、月収300万円以上稼いでいるのでよくわかるんですけれども、お金があればですね、まあ、例えば投資で20万円負けようか、30万円負けようか、別にそこまで気にしないというか、1ヶ月単位で勝てればいいかなみたいな感じなので、とにかくこの経済的余裕は非常に重要ですね。はい。で、2つ目の時間的余裕っていうのは、やはりね、その時間がない状態でバイナリーオプションしたりとか、パチンコもね、1時間しか打てないのにパチンコ屋さんに行ってしまったら、焦りにつながってしまって、適当にね、台を選んでしまったりとか、適当なところでトレードをしてしまいがちなんですよね。はい。逆に時間に余裕があれば、適当に立ち回ってしまいそうな場面でも冷静になることができるということで、3時間打つことができるんだったら、あ、この台を打とうと思ってたけど、やはりデータ見た感じあまり良くないな、釘も良くなさそうだし、他の台を打とうかなみたいな感じでね、他の台を打ってみたりだとか、トレードをね、普段だったらここトレードするんだけど、やっぱり、ライントレードで線引いてみたら、あれ全然違うな、ここトレードしなくてよかったなみたいな感じをね、そういったことがあると思うんで、このね、時間的余裕もね、間違いなく持った方がいいというか、仕事をしながらやっぱり副業するとかもね、結構時間的余裕で言ったらあまりよろしくないかなといった感じなんですけれども、やると決めたらね、やはりもう仕事を決めてその道一本で行くみたいな、それぐらいのマインドを持たないと結構厳しいかなという感じもしますよね。はい。なので、当たり前なんですけれども、まあ、ある程度ね、経済的余裕、それから時間的余裕を持ってから自分がチャレンジしたいことに取り組むということが理想ですよね。はい。例えば、元で5万円しかないのに投資を始めてしまうとか、財布の中に1万円しか入ってないのにパチンコ打ちに行くとかって、普通に考えたらありえない話なんですよね。はい。LINE アットでも、投資を始めるにあたって、いくらぐらいあれば始めることができるんでしょうかっていう質問をいただくことがあるんですけれども、
まあ、ここに関しては答えはないです。ただ投資ということを始めるにあたって1万円とか2万円とか5万円でスタートできると思っていることがそもそもの間違いなんですよね。はい、本来であれば50万円以下からスタートするっていうことがありえない話であるので、まあ、バイナリーオプションであれば5万とか10万でも始めることができるわけなんですが、はい、まあ、そんなこともあってですね、ある程度余裕を持ってから、物事を取り組むということが、まあ、常識というかメンタルの維持につながるので、それは覚えておいてください。ではですね、強いメンタルを維持するために習慣づけるべき行動3つですね、はい、紹介したいと思うんですけれども、ここはねちょっと淡々といきたいと思います。まず1つ目、読書をすることですね。はい、で日本人の、サラリーマンとかのね平均読書、なんて言ったらいいんでしょう、1ヶ月にどれぐらい本を読むのかっていうのをね調査したところですね、なんと平均でですね3冊ぐらいと言われております。多分ほとんどの方読書とかしないんじゃないでしょうかね。はい、普通に仕事をしてて YouTube 動画とか見て寝るだけみたいな感じの人って結構いらっしゃると思うんですけれども、読書はした方がいいですね。で、読むべき本っていうのは今度サブチャンネルの方で紹介しようと思うんですけれども、まあ自己啓発の本だったりとか、メンタル系の本ですよね。私は結構見ているのが、メンタリスト大吾さんの本なんですけれども、これは皆さんご存知だと思うんですが、そういった本を読んでですね、自分のマインドレベルを高めるということと、あと知らない知識をどんどんインプットしていくことが非常に重要ですね。はい、本を読むことによって自分のメンタルの改善にもつながりますし、とにかくいいことしかないということで、頭も良くなりますしね。はい、なので、読書は1ヶ月に、どうでしょう、まあ、3冊から5冊ぐらいは最低でもした方がいいかなと思います。まあ、私は1日1冊読むことを意識しているわけなんですけれども、それでも少ないかなといった感じなんですけれども、時間がある限り、読もうとは思っている感じですね。なので皆さんも読書は、ぜひしてみてください。はい、2つ目、常に自分を客観視してみることですね。例えば先ほど言ったパチンコを打っていて熱くなる場面ですよね。これ結構他の動画でも言ってるんですけれども、熱くなった時になんか自分なんかイラついて台パンしているところとかを客観視してみたらものすごく恥ずかしくないですか。だから自分バーンって台に向かって殴っているところを、あ、こいつ台パンしてるよ、めっちゃ恥ずかしいなとかなんか思われてるみたいな感じで想像したら超嫌じゃないですか。はい、なので、常に自分を客観視してみてください。なんか例えば投資でもね、連敗してしまって落ち込んでもう飯も食えないみたいな感じの状態になって、ね、なんか他人から見てみたらなんでこいつこんなネガティブになってるんだろう、なんか情けないなみたいな感じで思ったりすると思うんですよね。はい、なので、常に自分を客観視してみると、自分がどういったマインドになっているのか、ネガティブになっているのかとかすごくね分かりやすいので客観視してみてください。はい、重要な場面でね結局客観視できなかったら意味がないので、覚えておいてください。で最後3つ目ですね、毎日瞑想をするということで、今までは毎日反省するって言ってたんですけれども、それは当たり前のことですよね。毎日しっかりと稼働後に反省して今度のね、立ち回りに生かすというのは当たり前のことなんですけれども、今回は毎日瞑想をするということですね。で瞑想することで集中力が高まるし、メンタルが向上されますし、リラクゼーションにもつながるしといった感じでいいことづくめなんですよね。はい、で瞑想のやり方に関してはですね、前にサブチャンネルかなんかで紹介したんですけれども、まあ、目を閉じてですね、鼻で大きく息を吸って7秒間息を吸います。で、口で7秒間かけて吐きますっていうのを3セットぐらいでずっとやっていただければ結構かなと思います。でこの時に頭の中で何も考えないでほしいんですよね。無の感情にしてください。頭の中で、今日何の台を打とうかなとか、今日どこで取引しようかなとか、なんか5万円ぐらい買ったら今日なんか買おうかなとか、そんなの考えるんじゃなくて、本当ね、呼吸に集中するといった方がいいですかね。何も考えないで、とにかく無の状態になると集中力が増しますし、ポジティブにもなりますし、メンタル面の向上にもつながるということでですね、ぜひ覚えておいてください。はい、という感じでですね、今回は強いメンタルを維持するために習慣づけるべき行動3つをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうかね。結構、投資とかねパチンコにおいて、メンタルがブレてしまうとかいう方がたくさんいらっしゃったようなので、強いメンタルを維持するために、それから、強いメンタルを形成するためにどうすればいいのかというお話をさせていただきました。今回の動画がためになりましたら、ぜひともグッドボタンを押していってください。
ャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。あとですね、私わたがしは LINE アットもやっておりますので、気軽にね URL 概要欄に貼っておきますので、そちらからアクセスのほどよろしくお願いします。それではですね、最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。